77.5 FM 新潟。それでは今頑張っている若者たちへアドバイスをお願いします。はい、若い皆さんはこれからの新潟、日本、そして世界を担っていく大切な人材です。皆さん、これからの新潟を築いていく宝です。伸びやかな心で、挑戦する気持ちを持って果敢に新しいことにチャレンジをしてください。私もそんな若い皆さんの背中をしっかりと押していきたいと思います。私は全国に誇れる拠点都市新潟を目指し頑張ってまいります。若い皆さん、私と一緒になって新しい新潟を作ってまいりましょう。